ドラゴンズは今季5位に終わり、チームは与田監督から立浪監督に引き継がれることになりました。与田監督のリーグ随一の投手陣を作り上げた試合は高く評価されましたが、率いた3年間で一度も優勝争いに絡めなかったことで限界を感じさせたのも事実だと思います。球団は新たなリードを求める決断をしました。さまざまな可能性を模索していた球団の動きなんですが、リーグ優勝が消滅した頃から加速し、ドラフト会議の翌日にその日を迎えました。監督就任の打診を受けた後、立浪さんの動き出しはとても早かったように思います。そうですね、打診があった10月12日の夕方、本人に意気込みを尋ねました。印象的だったのは、中日の監督になるのをずっと目標にしてきたという一言です。自らの手で愛着あるチームを再建するという強い決意を感じました。いつ監督就任を就任されてもいいように、あらかじめ工事の人事の構想を練っていたようにも感じました。そうですね、打診から4日後の16日の日に三重県内のゴルフ大会に出場した時には、すでに片岡二軍監督や落合ヘッド兼投手コーチらに声をかけていることを明かしました。もちろんその時に候補者として名前を聞いたものの、最終的には首脳陣に入らなかった人もいたのは事実です。それでも立浪さんとしては納得いく人選ができた様子で、コーチ陣も勝ちはみんなで喜んで負けはみんなで反省したいと団結してチーム強化に取り組む意欲を語っておりました。10月29日の就任会見では、意外にもピッチャー陣を整備して守り勝つ野球を掲げました。今季のチーム防御率はリーグトップの 3.22 でした。それでも立浪監督は、果たして来年いいかと言われればわからない、ここが崩れるとやっぱり厳しい、本当に一人前で1年間やりきった投手が何人いるかと言われればまだまだそんなにいないと指摘しました。解説者として長年チームを見続けてきたからこその発言なんだと思われます。一方で、打つ方は必ず何とかしますと言い切ったのは強い自信を感じました。11月4日から26日の秋季キャンプで新体制が本格的に始動しました。早速指揮官の精力的な指導が目立ったと思います。はい、自身の経験に基づいて、まずは土台が大事だということで、下半身強化の、重要性を何度も説いていました。投手陣で、期待をかけている小笠原投手に対しては、自らきつい下半身トレーニングの練習に付き合う様子も見られていました。立浪監督の現役時代の圧倒的な実績、ここがやはり説得力を持たせているのか、かなりきつそうなメニューにも選手たちが非常に意欲的に前向きに取り組んでいるように見えました。監督はですね、選手たちをやる気にさせるのが我々の仕事だというふうに、キャンプの最終日に明かしていまして、コミュニケーションを深めている様子もとても印象的でした。連日熱心に打撃指導をしていた京田選手に対しては、ある日、好調な様子を見て、言うことない、帰るわと言ってその場を立ち去ることがありまして、その瞬間も京田選手は非常に嬉しそうでしたし、その後も、初めて言われてびっくりしたということで、まさに次へのやる気につながりそうだなというふうに感じました。そんな選手たちの反応はどうだったんでしょうか。はい、チームの課題の打撃ではですね、選手たちが複数の選手が口を揃えたのが、監督やコーチが同じ内容の指導をしてくれるので分かりやすいということでした。事前に、首脳陣でその選手の足りないことですとか伸ばしたいことを共有していて、解決するための方策をすり合わせているようです。中村典弘打撃コーチの指導法が選手たちにとって新鮮味があることもその一因だと思います。バッティングを生かすためのポジションの変更も見られます。長打力不足のチームで長打を期待したいのがキャッチャーのアリエル・マルティネス選手です。オフは母国のキューバに帰国しないで家族を日本に呼んで、外国人では珍しく秋のキャンプに参加しました。本格的に外野の練習を始めました。まだまだ足取りは不安ですが、真面目で練習熱心な性格できっと上手くなると思います。今シーズンは木下拓也選手が正捕手で、スタメンマスクをかぶった試合はアリエル・マティネス選手は6試合だけでした。代打か、もしくはビシエド選手が欠場した時のファーストとしてしか出場機会はありませんでした。外野手としてスタメンで出場できればチームの課題は軽減できます。多少の守備の荒さに目をつむってでも
外野手として長打力を発揮してほしいと思います。そうですね、他にも岡林選手や伊藤選手が、本来の外野が主戦場の選手たちですが二塁手に挑戦したりですとか、阿部選手やグリー選手が、新しく外野手に挑戦する、そういったことで自然とチーム内での競争が活発になりそうな印象を受けました。どの選手もですね、口を揃えるのは、試合に出られるならどこでもやりますと、その意欲が十分に感じられます。打てなければ守れなければ出番がないというふうに自覚を高めさせることが全体の底上げにつながるのではないでしょうか。立浪監督も一軍に残るためには、レギュラーを取るためにはということを当然分かって練習をしていると思うというふうに、選手たちの姿勢に満足をしていました。若手の中ではフリーバッティングで連日のように柵越えを繰り返している石川昂弥選手、それから今シーズンプロ初本塁打を放った根尾昂選手に注目が集まります。ただそれ以外で個人的に2年目の三好選手が目を引きます。立浪監督が、僕にあの体力があれば4000本ヒット打っていたと言わしめるほどの高い身体能力が武器です。キャンプでランチ前に、ピッチャーの小笠原選手と高橋宏斗選手が監督と一緒に取り組んでいる下半身を鍛えペッパーっていうトレーニングがあるんですけれども、それも三好選手が試しにやってみると、難なくこなしてみせて、下半身の強さですとか股関節の柔軟性を監督にも褒められていました。迎え撃つ今季の主力の様子はどうだったんでしょうか。はい、高橋周平選手、京田選手、そして木下拓哉選手たち、今季の主力選手をですね、監督は強化選手として、朝早くから出てくるメンバーに指名をして熱心に指導していました。就任会見の時は言葉ではレギュラーはビシエド選手と大島選手くらいというふうに発砲をかけていましたけれども、グラウンド上ではその選手たちを、ある意味で特別扱いすることでさらなるレベルアップを促していたように見えました。そこにリーダーとしての妙を感じました。そのリーダーシップという側面で言えば、秋季キャンプの最終日に根尾選手を外野に専念させると明言していましたけれど、そうですね、秋季キャンプで、内野外野、その両方の練習を見た上で外野の方が彼の肩が生きるというふうに判断を下したようです。通達された根尾選手本人も、打撃をしっかりして出場機会を他の選手から奪えるようにというふうに意気込んでいる通り、あくまで内野手として外野守備についていた今季よりも覚悟が決まるのではないかと、期待しているからこその決断とも言えますけれども、時に指揮官に求められるある意味の非情さというか、潔さ、そういったものが発揮されたように思います。ドラフト会議で指名した3人の外野手が入団すれば一気に外野手争いが激しくなります。ただ今シーズンは開幕前からずっと不安視されていたレフトとライト両翼が固定できず、レギュラーの大島選手も36歳という年で決して安泰ではありません。そういう意味では新人を含めて誰にでもレギュラーを取るチャンスがあるのは確かだと思います。わかりました。先ほど中村打撃コーチの指導の話が出ましたけれども、投手陣も独特の練習メニューをこなしているようですけれども、はい、落合ヘッド兼投手コーチが韓国から電話で数々のメニューを提案してきました。実際の試合を意識した投球と、しましては、投球と休憩を織り交ぜた練習をやったりですとか、あるいは時計を外して、球数を伝えない状況下で1時間の投げ込みをするなどしていました。漫然とブルペンで球を投げるよりも効果がありそうに見えました。相当ハードだったようですね。そうですね、1時間で380球を投げた山本投手は腕ばかりで投げていると疲れて力が入らなくなる。その時に足の体重移動や動きで球を投げていくと腕を使わなくても投げられたというふうに下半身を使った投球の大切さに気づいた様子でした。同じく1時間で264球を投げた岡野投手は、利用した状況で苦手だった、右バッターの、アウトコースを、つくというコツをつかんだようで、あそこが甘くなって打たれるケースがとても多かったと、どうやったらそこにいい球が行くか感覚を得ることができたので、しっかり反復練習を大切にやっていきたいというふうに話してまして、早くもオフを前に充実感をにじましていました。キャンプの終盤には長年ブルペンを支えて、今季国内フリーエージェント権を取得した祖父江投手と田島投手が残留を決めました。
若手の突き上げもあって投手陣がもう一皮向ければ守りを重視する立浪監督にとっても、まあ、心強いに違いないと思います。わかりました。素早い立ち上がりで充実の秋を過ごしたチームは2ヶ月後本格的に始動します。立浪監督は選手たちにその秋季キャンプでの大まかな予定を伝えております。オフでの準備を期待していることのことです。2月に生まれ変わった姿を見せてくれることを楽しみに、しばしの休息となる冬を過ごしたいと思います。